武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は麻布大学の、科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間60分に対して大問がだいたい10題前後、まあ、10題を超えることもあるような形で出てきます。で、一個一個の大問の問題数はそれほど多くないのですが、ただまあ大問数が多いだけでトータルの問題数は結局多くなってしまいますので、かなり時間が、きつい、出題となっています。で、出題されている問題としては、まあ、知識、計算どちらも、大量に出てくるような形、特に計算がかなり多いですね。なので計算問題集などを追加で一冊やっておく必要があります。で、問題の難易度、としてはですね、動物応用、に関しては、まあ、日大レベルができていれば十分で、獣医に関しても日大レベルが中心ですが、まあ、マーチレベルまでやっとかないとちょっときついかなという問題もちょこちょこ出てくるような形なので、基本は日大レベル中心で、まあ、獣医受ける場合で科学で点稼ぎたい、まあ、確実に解けない問題はないようにしておきたいぐらい、やり込むのであればマーチレベルまでやっておいた方がいい程度ですね。まあ、そういう意味でその、まあ、リードライトノートなど、だったり、もしくはセミナーだったり、などの問題集で完成度上げていくことを優先しておいた方がいいかなと思います。で、また、計算問題を対応する必要がある以上、まあ、ゼロから始める科学計算、の解き計算問題の解き方、などを一冊やっておくとかなりやりやすくなるかなと思います。で、聞いてくる問題自体、まあ、見た瞬間解き方がわからないという問題っていうのは、それほど、ないかなとは思いますので、結局こういう問題だと見た瞬間解き方が思いついてすぐに解き始められるかっていう、そこの、一個一個のタイミングですね、そもそもどう解いたらいいのかがちょっと悩んじゃう、解き始めようと思ってもすぐに手が動かない、そして、手動いた方がいいけど計算ミスして落とすみたいな、そういう一個一個の流れで、失敗する部分がないかどうかっていうのをちゃんと見ていって、確実に点に足りるようにしていきましょう。以上が科学の勉強となります。